皆さんこんにちはレクセン講師のうんのです、えー、まずは2022年司法書士試験筆記試験の受験皆さんどうもお疲れ様でした、えー、今年が実質的な一回目だったというですね初受験生の方たちに一つ今後のレクからの情報提供並びにイベントを皆さんにですね、えー、お話しさせていただこうと思います まず、えー、今日ですね7月の8日なんですけれども、えー、明日7月の9日ですね7月の9日の土曜日に、えー、こちらに書かれている通り、えー、中上級バックアップ試験というのが実施されます、えー、こちらですね、えー、今あの皆さんがどれぐらいの点数をね 取ったのか私からはちょっと皆さん方の成績一人一人わからないんですけれどもちょっと自分のですね点数を客観的に見る一つの指針として利用していただきたいなと思っておりますそしてぜひ参加していただきたいのはその後に実施されます1時からの本試験徹底検証会なんですこちらはですねあの 合格ゾーンの単年度版の合格ゾーンの元になる解説冊子を参加者の皆様にお配りをしておりますえそして今年のポイントは一体どこにあったのか特に記述に関してですねどういった点がいわゆる合否を分けるですね。まあ、決定台になったのかそういったのことをお話しさせていただきますそして毎年ほぼ外さないレック講師がですねまあ、あの練りに練りました卓 唯一の基準点予想もちろん記述、えー、の採点並びに基準点予想もさせていただきます。ですからどうぞこの徹底検証会参加していただきたいと思います。さあそして、えー、その後ぜひ皆さん方にやはりこれも絶対に参加していただきたいのがここに書いてあります。改正情報を一気に収集、えー、レック参考書による法改正講義これはあの各レックのですね、えー、本校でも もちろん同時中継をさせていただきますそして YouTube ライブでも配信をしていきますこちら生では新宿エルタワ本校で3人の講師私根本さん森山さんが3人で改正講義をさせていただきます 一番皆さんが今気になっているのは2022年の受験を終えて2023年の本試験一体何がどれだけ変わるのかということだと思うんですその何がどれだけそしていつ成功で変わっていくのかそれを具体的にお話をしていきますまず敵を知らないとですね自分に自分の やるべきことというのを把握することはできませんよねですから相手がどう変わってくるのかどう出てくるのかというのをまずここで情報収集をしてみてください私たちも最新の情報を皆さんにお届けしていきますその上で今年初受験でですね35問中午前科目午後科目ともにま20点届かなかったまたは20問届いたんだけれども基準点未満だった というような受験生の方におすすめの講座がこの私が担当いたします実践力パワーアップ講座になっていきます、えー、昨年の初級講座の終了の方そして今年実践力まあ、今年というか昨年から実践力を受けられて今年が2回目の受験だった方たちこの方の中でですね今あの嬉しい報告がたくさん相次いでおりましてですから ここのの今映像を聞いいいててくだささっている皆さん方の一個先輩ということうになります、えー、昨年こちらあの1回目の受験で初級講座終わってえその直後に1回目の受験でまあある意味ボロボロの状態でえまあある意味不合格になってしまったでその後実践力パワーアップ講座を受けられまして今年2回目の受験で臨んだ方たち嬉しい報告がたくさん相次いでおります。中には10 十問、十五問、十六問というようなですね点数から今年三十問を超えたというような報告も決して珍しくないんです。ちょっとですね今回その方に今実は交渉しておりまして合格発表の前ですけれどもまあお名前とかを伏せさせていただいてこちらの YouTube 等で発表をしてもいいかということを交渉させていただいております。でもそういうようなですね報告をいただいていると非常に私も嬉しく感じますし今。 これを見てくださっている今年初受験の皆様方にも同じことが来年、えー、絶対に起きるんです、えー、起こしてみせます、えー、ですから実戦力パワーアップ講座、えー、少しでも興味持っている方には模擬講義を実施していきますから、えー、こちらも後から映像等でもウェブページ上アップされていきますぜひリアルタイムに、えー、配信を聞けなくともぜひご覧になっていただきたいなと思いますそして開講思いの墓早いです7月23日も新宿エルダフ本校でこれ開校していきます初期 今回は無料体験、えー、できていきますそして第2回目7月30日こちらも無料体験できますので少しでも興味がある方には、えー、ぜひ参加をしていただきたいと思いますコンセプトは網羅的かつ基礎から万全な実力を皆さんに身につけてもらう、えー、そのために、えー、私もこの実践力パワーアップ講座もう18年以上担当しておりますですから絶対の自信がございます 皆さん方にぜひですねその合格の喜びを届けていきたいと思いますので興味がある方はぜひ参加していただきたいと思います各レックの本校ないしはコールセンター等にお問い合わせをいただければ詳細をお話しさせていただけると思いますそれでは本試験を受験された直後の皆さん方に対してですね少し あの講座のご説明とさせていただきましたぜひ皆さん、えー、方の有益なですね情報として生かしていただくことをお祈りしております、えー、それでは皆さんご清聴どうもありがとうございました